中野武子は、幕末期の合津藩の女性である。合津戦争において、自主的に婦女隊として戦い、戦死した。しばしば烈女と称される。画後は、小竹で、中野小竹とも言う。合津藩の江戸城詰め勘定役の中野平内の長女として、江戸和田荘の判定で生まれた。幼少より聡明で、5から6歳の頃に、小倉100人一首を暗唱して一時も誤ることが、 なかった。容姿探偵、男勝りの女上部として知られた。その妹、中野優子も、評判の美人であった。いわゆる、合図美人である。平内は、書道の達人で、寿命院流の総締め方金であり、溺愛する、娘の教育に熱心であった。同伴し赤岡大輔が文に秘で、文に二で品性法性であるという評判だったので、 武子をその門下に入れて学ばせた。大助は、武子の理発さに驚き、平内に孔て養女に迎え入れた。武子は14から15歳で、継書や師匠を治め、自文や和歌をたしなむまでになった。成長すると、同伴し、黒高知県気に、薙刀術と担当術を学び、薙刀は免許改伝ほどの腕前であったという。また書か佐せ特書にも、書を習って、 備中には世藩の藩主夫人の勇筆を務めこともあった。養父、大輔の老いと結婚する予定であったが、母親戦争が始まったために復席して、家族と共に合図に帰った。崩壊時に、現在もある武子の慰霊碑、ああ、壮烈。この寺には、武子の墓以外にも、中野家の墓所もある。合図若松上場家の坂下で、婦女子に、学問や薙刀を教えた。 タケコは庭での行水を覗きに来る男たちをなぎなたで追い払ったという逸話がある。新政府軍が城下に侵攻した際、テル姫を合図番下で捜索していたことから若松城へ入り損ねて母、ココらと共に婦女隊を結成することになった。小屋作材門の正規作隊に混ざって戦いに加わることを許された前夜、高子とタケコは 不助隊で最年少の優子がこれに加わるのは無理ではないか、足手まといになるのではないかと話し合い、妹は特に美人だったこともあり、敵に捕まって、恥ずかしめを受けるより先に殺してやろうと考えた。しかし眠っていた優子を殺そうとした矢先、胴体の与田菊子がこれを止めに入って、戦場で一緒に死のうということになった。戦闘では、武子は奮戦したが頭に銃弾を受けて戦死した。 死球を敵に与えることを潔しとしなかったので、孔子という子は敵を薙ぎ払い、武子を解釈して、彼女の首を回収した。なお、武子は胸を打たれたという説もあり、その場合はまだ息があって自ら優子に解釈を頼んだという話となる。死休は後に孔子、または農民の手により合津万華町の崩壊時に埋葬された。去年は20と言われているが、 十八や二十二などの遺説がある。開名は、美声院、カオル列筆教古竹大師辞世の歌は、もののの儲き心に比べれば、数にも入らぬ我が身ながらもで、この句を認めた短冊を薙刀に結びつけて、戦っていた。この薙刀は、坂下町の骨頭店より流出し、広瀬村長の行江の家が所蔵していたが、現在は、崩壊時に寄贈されている。 殻の長さ五尺三寸、葉の長さ一尺五寸、木先が欠けている。戦闘後、高校屋優子は、鶴ヶ城に入って、山本弥楽と合流した。ありがとうございます。